スバルグローバルプラットフォームは、スバルによって製造されるほぼ全てのモデルで使われる、モジュール式、ユニボディ自動車プラットフォームである。2016年に5代目スバルインプレスさから使われ、始めた。それ以前のスバルのプラットフォームと比較した、SGP の主な動的恩恵は、強度の向上、剛性の増大、重心の低下である。加えて、 共通プラットフォームへの移行により生産がより柔軟、かつより効率的となる。つまり、既存の生産ラインが大幅な再構成なしに、別モデルの生産要求に応えることができ、共通部品は、モデル間で再使用できる。2021年現在、SGP はスバルによって、製造、販売されている、ほぼ全ての車両を支えている。 唯一の例外は WRX であるが、第二世代では SGP への移行が見込まれている。他メーカーによって製造されるスバルブランドのモデル及び、共同開発されたスバル BRZ、トヨタ86は SGP を使用していない。SGP は1980年代末の初代、レガシーの開発以降では、初の完全に新規なスバル車用プラットフォームである。 それまでは元のレガシーのプラットフォームの派生プラットフォームを使用しており大幅に刷新されたのは2000年代初頭の4代目レガシーが最後であったレガシー派生プラットフォームは2007年に SI シ,ャシーという名称を与えられた SI シ,ャシーは完全独立喧嘩を備えていた SGP は SI シ,ャシーと同じく全部ストラット式 公務 w i s h ュボーン式サスペンションを維持しつつ、合成を向上するために改良を行った。四代目インプレッサプロジェクトの開発責任者、安倍和弘は、SGP への移行はレオーネからレガシーへの転換に、匹敵する世代交代であったと述べた。五代目インプレッサは4年をかけて開発された。開発費は10億ドルがかけられ、その大部分が、 SGP の開発に費やされた。SGP は床下骨格をトラス状に配置し、前から後ろまでサイドメンバーの断点を作らずボディを貫通させることで前後サスペンションの荷重伝達や前後衝突荷重の合理的な指示を実現。フロアトンネルの強化やリアフロア周りに配置された骨盤のような骨格によって旧プラットフォーム比で合成を約2倍に高めた。 構造用接着剤が床パネルと側面保護補強剤を接合するために使われている。590ン波球の引っ張り強度を持つ熱炎鋼板がサイドメンバー、サイドシル、およびピラーに使われ、上員室を保護するために1470ン波球の鋼材で強化されている。スバルは SGP が車両の動的質感を向上させ、 以下のような特定の利益をもたらすと主張している。まっすぐ走れる剛性の改善と重心の低下による不快な振動騒音がない、ねじれ剛性を高めるためのフレーム強度と接合工程の改善による快適な乗り心地、リアスタビライザーをボディジカ付けにすることによるロール量の低減による、加えてパッシブセーフティ及びアクティブセーフティ機能の両方が、 s g p への移行によって改善されている。これは重心の低下と高調力項の使用による。これらによってそれ以前のモデルと比較して衝撃エネルギーを40%多く吸収する構造が可能となった。SDP は歩行者保護、エアバッグも装備している。SDP を使用した最新モデルの衝突試験ユーロ、キャップではインプレッサおよび XV 並びに フォレスターがその年に試験されたすべての自動車の中で各クラスで最高の衝突安全性能を持つと評価された。ジェンキャップもインプレッサ、XV およびフォレスターに衝突安全性能評価で最高の5つ星を与えた。SGP は従来型の内燃機関、ハイブリッド、バッテリー電気駆動などの異なる駆動系に適合するように設計された。 当初の計画には将来的に SGP を使った電気自動車の開発が盛り込まれていたものの、スバルとトヨタは2019年6月に新たなプラットフォームで C セグメントバッテリー電動 SUV を共同開発することを発表した。2020年12月、スバルは時系 SUV が SGP ではなくトヨタの E、トゥンガプラットフォームに基づくことを追認した。 トヨタと共同開発された二代目スバル BRZ、トヨタ8 6は s g p とトヨタニューグローバルアーキテクチャプラットフォームのどちらも使用せず、初代 BRZ86 の SI シャシー派生プラットフォームを引き継いでいる。しかし、新型 BRZ ではスバルグローバルプラットフォームの開発から得た知識と技能を取り入れ、さらに、 インナーフレーム構造や構造用接着剤などの採用によりボディを再構築している。ありがとうございます。